はい、えー、どうもこちフです、えー、今日はですね何についてお話をしていくかっていうとあなた自身が自分の理想のレールに乗る方法についてお話をしていきたいと思います自分の理想のレールに乗る方法ですでまあ僕自身も今ねセミナーとかいろいろやらせてもらってるんですけどもやっぱりねあのなかなかねその自分が結果が出ないうんなんかその自分の目標にたどり着かないやっぱそういう人を見ていて共通点っていうのが 自分の,その、まあ、理想のレールっていうのは持ってるんですけどもそっから脱線しちゃう人がすごく多いんですよね。うん、そうガタンゴトンガタンゴトンって言ってるのにゴトンって言ってもなんか <laughs> こっち行っちゃうのかよみたいな感じであれやっぱそういう人がすごく多いなっていうのを感じたんですよね。うん、でそういう人はなぜその自分の、ね、理想があるにもかかわらずこっち行っちゃったりこっち行っちゃったりするのかっていうのをね僕自身もいろいろねあのその人の様子とかお話を聞いてて思ったんですけど。 共通点ってのがありましたそれっていうのは自分の毎日の理想とかそういうのをね明確して紙に書いてなかったんですよね。うん、紙に書いてなかったで僕本当に何回も言ってるんですけど、うん、本んに自分の理想って紙に書けば叶うんですよ。うん、でこれ何でかなっていうことでね僕もずっと考えていたんですけどもその、まあ、例えばねあの僕もねやっぱ紙に書かない時期もあったんですけど紙に書かないとねその レールっっていううのの分かんんななくなっちゃでですよね自分の、うん、で例えば急になんか飲み会に誘われた時とかになんかそういうふうに行っちゃったりとかなんかね美味しいあなんかそのこれ儲かりますよみたいな話になぜか乗っちゃってねこっち行っちゃったりとかそうあの自分の本当に自分の理想がありも変わらずそういう美味しい話とか,そのなんか自分の、ね、本能で動いちゃう話ですよねやっぱそういうのに乗ってしまってどの理想からそれていったなっていうのがあるんですよねで僕も本当にあのね 数多くの本当にまあメンタルだったりとか経営者の人にまあお会いしてきたんですけど本当にこれも共通って本当にみんな絶対紙に書いてるんですよ目標っていうのいいです、まあ、その書き方っていうのはねいろいろなんですけど本当に絶対共通してるのは紙に書いてるってことなんですよねうんでだからこそ自分のねしっかりレールがあるからこそやっぱそういう情報をねあのちゃんと引き寄せてくるしそうで逆にねこう美味しい話が入ってきたとしてもそれはね自分のレールに だからこそそれはねもうあの受け入れないで,で自分の本当にあの向かいたい理想だけにフォーカスしていけるんですよまっすぐにだからこそその人たちは理想が叶うんですよね当たり前なんですけどそうだからねあの、まあ、本当にこれは何に伝えたいかっていうとあなた自身のねその理想とか目標絶対にその紙に書くこれ本当に、えー、やってほしいなと思います はいまあ本当にね書き方とかっていうのいろいろあるからね、まあ、インターネットとか調べてもらったりとか僕の他の動画見てもらえば分かると思うんで是非ねこの紙に書くっていう癖もうこれ絶対つけてくださいはい以上ですありがとうございました